僕はモスクワで生まれた。だがその頃のことは何も覚えていない。旧世界が核の炎で破壊し尽くされた時、僕はまだ赤子に過ぎなかった。僕を含む4万人ほどの人々が町の地下深くにあるメトロの駅に避難することで生きながらえた。あれから20年が経ち、終わりなき冬の懐へと上がっていくのは一握りの勇敢な者たちの役割となっていた。メトロは我々の家である。トンネル内を闊歩する悪魔のごときミュータントどもに対する砦だった。それでもなおいつの日か地表に戻れるだろうという希望は捨てていなかった。だがある日、新たな脅威にさらされた我々は人類の存続をかけた戦いに身を投じる羽目になった。トンネル内の気温が下がっていく。ミラーと僕は地表に近づきつつあった。もうじき吹きすさぶ風の中へと出て、そこで待ち受けている悪夢と戦うことになるだろう。この長い旅もあと少しで終わる。だが僕に最後まで見届けるだけの勇気が残されているのだろうか。トンネルの暮らしは決して楽なものではなかったが、そこが我が家だった。だがミュータントたちの襲撃が激しくなり、駅内には恐怖が蔓延していた。そしてギフの友人であるハンターが我々のバリケードにたどり着いたあの朝、自分に待ち受けている運命など想像できるはずもなかった。ハンターは戻ってこなかった。駅を離れてポリスを目指す口実を見つけるのは楽ではなかったが、約束は約束だ。翌日リガに向かうキャラバンがあり、護衛役を探していると聞いた僕はすぐさまその仕事に志願した。慣れ親しんだ駅の中から出るのは初めてだった。そしてギフに本当のことを話さなかったのが気がかりだった。リガからすぐに戻るわけではないと。だがハンターの信頼を裏切るわけにはいかなかった。リガ駅はこの旅の一歩目に過ぎなかったが、キャラバンはそこが終点だった。皆に別れを告げる前に我々の生存を祝って一杯飲んだ。一人でポリスを目指すことに対する恐怖は僕家だけでは忘れられなかったが、予想外にも僕はそこで悪名高い相棒を得ることになった。ブルボンと共に荒廃したトンネルに入った僕は彼を信頼してよかったのかどうか不安を感じていた。だがこのままではリガを出るのがいつになるのか見当もつかなかった。マーケットというだけあって何でも揃っている。だがブルボンはハンズの見張り連中に金を借りているらしく、早く離れたくない。モスクワの廃墟を目にした時、僕の心中は恐怖と悲しみの両方で満たされた。だが一生を地下で過ごしてきた僕は暗雲立ち込める空や凍てついた大地に奇妙な美しさを見出してもいた。ブルボンが言った。これが死の町だ。おかえり、アルチョム。地下に降りていきつつ、僕は街がもはや見知らぬ危険な場所になってしまったのを実感していた。メトロの暗闇の方がむしろ安心する。ブルボンの言うように、ドライ駅に友人がいるならなおさらだ。
河津駅に到着すると、呪いを意味する駅名の由来が納得できた。住人は生き延びるための戦いを強いられていた。武器庫を意味するアーモリー駅は、メトロでの大半の武器が製造されていた場所だった。地表に兵器工場があったらしく、核の着弾後、職人たちの多くがここに住み着いた。鍛冶屋のアンドリューを探していたが、向こうが先に僕を見つけた。最終戦争でさえ、イデオロギーをめぐる殺し合いは止められない。ファシストと共産側との間の前線地帯を通り抜けることになった。以前の戦争ではファシスト側が敗北したそうだが、意識が戻ると同時に絶望した。ファシストの捕虜は強制労働をさせられるか、射撃訓練の的にされる運命だ。意識が戻ると同時に絶望した。ファシストの捕虜は強制労働をさせられるか、射撃訓練の的にされる運命だ。ファシスト側のトロリーとの銃撃戦も終わり、旅路も少しは楽になるかと思われた。無論ぬか喜びに過ぎなかったが、最悪後のモスクワの陰鬱な景観を再び目にすることになった。僕はホール駅で聞いた地表を徘徊するファシストのレンジャー部隊について思い出していた。しかし死んだ司令官の意思を叶え、彼のメッセージをポリスまで届けるつもりだ。ブラック駅がファシスト側の占領下にあるのは明白だった。しかしウルマンとそこで落ち合う以上、進むしかなかった。議会の判断にはショックを受けたが、ミラーの案で希望を取り戻した。僕は D6 の謎を解き、無数のミサイルを目覚めさせる方法を探すため、再びモスクワの廃墟へと上がっていった。あの瞬間に自分が感じた気持ちを言葉で表すのは難しい。疲れ切ってはいたが、目的を達成した喜びも実感していた。ハンターの伝言さえ伝えれば、僕の故郷の救出については力と知恵のある面々が決めてくれるだろう。僕の役割はそこで終わりだ。再び一人になってしまった。そして間もなく恐怖の深淵を覗き込むことになるだろう。地下の倉庫区画はとても恐ろしい場所だった。僕はどこで何を探すべきかの見当すらついていなかった。だがこれまでの努力を徒労に終わらせるつもりもなかった。D6 関連の文書は発見したものの、ミラーはまだ戻っていなかった。彼の助けなしでは図書館から生きて脱出できる確証などない。だがそれでもやるしかなかった。闇に包まれたトンネル、ガタつく車輪の音、鼻につく死の匂い。 D6 への旅はそんな中で始まったが、ようやく終点に近づいている気がした。トンネルの喧騒もエアロックによって遮断された。この扉なら持ちこたえられる、そんな安心感があった。D6 までもう少しのところまで来た。伝説の司令部を発見できたとは信じがたいことだった。払った犠牲に見合う価値はあるのか、その答えはすぐにわかるはずだ。ミラーと僕はコロレフホールを目指しトンネルを上がっていった。オスタン家のテレビ塔はもう近い。極寒の路上で他のレンジャーと合流した。物語の最初に登場したあの血みどろの激戦を戦うために。
かつての賢人が言った。仲間への愛のために戦争を戦う者こそ敵を打ち破るだろうと。私は家族と友人たち、そして我が家であるメトロを守るために戦い勝利した。だが自問自答は今でも続いている。あのダークワンたちを地上から焼き払った時、我々は同時に何かを失ったのではないかと。かつて H.G. ウェルズはこう書いた。我々が戦争を終わらせなければ、戦争が我々を終わらせるだろう。僕はどうにかして自分の戦争を終わらせることができた。あの時はどうしてダークワンを生かそうと決めたのか自分でもわからなかった。だがやがて旅の節々で見続けたあれこそが彼らの訴えだったのだと気づいた。我々は共存という道を選択した。そして我々と彼ら一体となった未来は永遠に続くメトロのトンネルのごとく目の前に開けている。